突然ですが、マリオカートやるぞ。ゲーム待ってました。果たしてこのシリーズは続くのだろうか。ではリンクは霊夢、いらっしゃ、書き真似は村人。はいはい。解説は私ことマリサでお送りするんだぜ。絶対負けないんだからね。その自信区だけ散らせてやりますわ。両者想像以上に自信がある模様。なんて言ったってマリカは半年ぶりだからね。いや全然やってないじゃん。気分ね、私もそのくらいのブランクよ。さっきの自信はどこから湧いてきたんですか？負けず嫌い的な？こいつには絶対負けたくない。ヒートアップしているところ悪いんですが、あなたたちがいるので画面が見えにくいとの苦情が。そんな苦情一体どこから？メールをくれたのはヨウムとのことです。でも画面から消えたくない。というわけでようやく順位が見えましたが、私負けてるじゃん。ふふい、気づいてなかったの？そんな霊夢も二度まりだけどな。だって目の前に生パスタさんがいるんだもの。生パスタって何？あのもちもちしたパスタのことじゃないの？なるほど。さてこのアイテムで順位を覆せるか？緑甲羅かよ。二人はとっても仲良しということで。でもこのアイテムじゃ順位を上げられない。頑張って陰を攻めるのよ。さあ2ラップ目突入。4位に上がれたよ。緑甲羅危ね。これ無転落。なお、ここまでアイテムを2つ持てるという利点を使えていない模様。赤甲羅が出たわ。順位が変動しそうで何より。自分も赤甲羅。仲良しすぎんだろ。よっしゃ1行ったわよ。あれ、気がついたら結構な差がついていますね。マップを見てもらえたらわかると思うんだが、1位が遠のいていく。気がついたら1位じゃなかった。あの、これ右サイドの画面いらなくないです？接戦の手の字もないもんな。でもほらこういう動画って最後の方に逆転するっていうじゃないですか。ところがどっこい現実は甘くないんですよ。なんて言ったってオンライン一発目だし。この後ぶっ続けて3時間録画停止を押し忘れてやるという、失態をしてしまったのはないしょ。しかも右サイドはゲストプレイヤーのままやり続け、3時間後にレート画線に戻るという、自分でもびっくり。でも楽しかったからよしとします。どこ目線だよ。さてそろそろ最終ラップ、ド派手な逆転劇はあるのか。今死にアイテムのテレサにアイテムを奪われた。頑張って使う側になってください。さて霊夢のアイテムは？コインよコイン。青甲羅後ろから来ないかな。治ったのは赤甲羅。え、マジ？前の人が投げたファイヤーで打ち消された模様。ありがとう前の人。あのこれバトルロイヤルですよね。霊夢選手が後に突っ込んで順位を落としました。よし逆転。このまま順位を落とさずにいければ、追い越してやるわ。ここでアイテムを使うと。やったわね。あ、後ろから赤甲羅が。あふん。ざまあ、なお、ここまで全プレ。さて順位も拮抗したまま、話す話題も尽きました。これ追いつけなくない？次のアイテムいいのかもん。さあ、一体何が出るのか。緑甲羅。ボム兵。あ、これ無理なやつだ。え、よっしゃー、これは綺麗に当たったな。ではではそのまま華麗にゴール。本当に1位取り上がった。どんなもんよ。あ、壁にぶつかった。さて書き豆は何位になるのか。6位でしたね。それでは今回はここまで。高評価やコメントが多かったら次もあるかも。それではご視聴ありがとうございました。動画のご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録は、していただけましたか？もしまだしていないのであれば、ぜひチャンネル登録お願いします。高評価や、コメントもあると嬉しいです。私の上にあるボタンを押すと、違う動画に行くことができます。それでは、他の動画にてまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。